分にとって、女子プロレスをずっとやってきた中で、2名の友達であり尊敬する、そうですね、プロレスラーとして最も尊敬する選手がいまして、それはファッションレッド高橋奈々恵、そして、JWP 米山香織です。その2人が7月18日に東大天文大会でベルトをかけてタイトルマッチをやった時に、自分は一体どんな気持ちになるんだろうか、それが全く分かりませんでした。結果米山選手が勝って、自分が喜んだのか奈々恵が負けて悲しんだのか、今でも分からない気持ちで、どちらの子供にも来ず客席にいた時の気持ちは本当にただ呆然とするしかなかったんですけれども、その後に聞いた、JWP の選手がみんなリングに上がって、でそのベルトに挑戦すると表明した時に、米山選手がぶち上げた米山革命というものにすごくドキドキしました。なんだろう、はい、風が吹いたという感じがしたんですね。米山革命、他団体の選手との防衛戦を行うといったにもかかわらず、このベルトにぜひとも挑戦したいという方は現れませんでした。すごく米山選手にがっかりしたことがあります。今旬の桜弓と今旬の米山香織が戦えば、こんな素晴らしいことはない、みんな会場に来いといったマイクがすごくずれてるなと思ってしまって、自分の中では米さんは時が止まってるのかな、自分は旬ではないし、米ちゃんの旬は気づいたら7月から2ヶ月も経ってないのに終わりかけてるんじゃないかなと自分は思っています。去年までタッグのベルトを持ってた2人が仲良しなんでしょう、それはいい試合になるでしょう、ベテランなんでしょうっていう中で、ただ試合をしても自分はどうにもならないと思うし、それに勝とうが負けようが何にも残らないと思ってます。自分からの提案で、このタイトルマッチを紙切りマッチに、敗者紙切りマッチにしてほしいと提案させていただきます。私は7月高橋奈々恵に挑戦するときに全てをかけて、髪の毛をかけて臨んで、もう二度と髪の毛をかけることはないと思ってたんですけど、7月のことは遥か昔なんだよ。今どん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 流れていく中で何も残せていない。別に話題になることをやればいいとかそういう問題じゃなくて、じゃあ新宿フェイス、9月19日の新宿フェイス、チケットが何枚売れてるの、400人超前にするって言ったでしょ。それは誰がやらなきゃいけないの。1週間ちょっとしかなくて何をやるの、言って、具体的に言って。不安でしょうがないよ。大体革命なんて最初からうまくいくはずないんだよ。革命はトライしてトライしてダメで、最終的に あれ革命だったねみたいな。源流さんだってそうじゃないですか。いや、その時評価されないものがなんで後に評価されるようになるの。ヨネちゃん今何歳、あと何年プロレスやんの。じゃあね、現役時代に冷たい風を煽って引退してから評価されたいの、ただ名前を残したいだけなの。今ワクワクしたくないの。今米山革命の風が最初こうビューッと吹いて、今ヒョロヒョロヒョロってなって、ヒョロ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 してる時間ないんだよ。なってるかもしれないけど、さくらさんとのタイトルマッチでビューンと大きな風が吹くんですよ。なぜならさくらさんが新宿フェイスで坊主になるからじゃないですか。髪の毛なんか本当にかけたくないですけど、敗者髪切りやりましょうよ。自分の理想を貫くために米山香織に負けてもらいます。
Yeah!
持ちで決めろ。Thank you.
手とシングルが組まれています。ベルトを持ってたらタイトルマッチになります。でもその前に23日アイスリボン後楽園ホールで帯広さやまの挑戦を受けたいと思います。それが正しいことなのか分かりませんが、そこで帯広の挑戦を受けることが米山革命を確かなものにしていけるものだと思ってます。そして夜大畑との防衛戦をして守り、次はもっとやりたい相手がいるので年内にネオ2冠のベルトを持つ田村愛子とやりたいと思います。意外とショックでした。今年でデビューして15年になるんですけど、何も持たない、体が大きいわけでもないし、ルックスがいいわけでも本当に何だろう、特別なこうスター性だったりとか運動神経だったりとかそういうものを持ち合わせてない人間はやっぱり一試合一試合を大事にしたくてはいけないと思うし、自分と米山かおりが並んだ時に後楽園ホールでは組んでもらえなかった、その事実を受け止めて、次を狙っていきたいし、新宿フェイス今日多分超満員札止めになったと思うので、また、その上に積み重ねていきたいし、逆に米ちゃんの方が今日は追い込まれたと思うので、この先の米山革命に本当に期待しています。はい、私は試合には勝ったけど正直勝負には負けたと思ってます。弱い自分の心とも別れて、ベルトを取って米山革命を打ち上げたけど、私はまだまだ未熟者で弱くて、最初はなんで髪なんかかけるんだろうって、もうこの試合が今まででこんなに試合したくなかったことは初めてで、でもこの試合から自分は生まれ変わったと思ってます。もちろん JRP の選手で頑張ってない選手なんて一人もいないのは分かってるんですけど、やっぱりそれをリングで表現したり結果を残すことができなければお客さんには伝わらないので、技や技術があってもやっぱりプロレスは気持ちが一番だと思っているので、JRP の選手が今持ってる気持ちを出してもらえたら